はい。どうも、こんにちは。こんばんは。おはようございます。全部合わせて、こんにちは。こんにちは。こんにちはでございます。えー、今回ですね。はい。あの、ゆたぼんの動画です。まあ、すごい盛り上がってますね。今回の話は。まあ、盛り上がってるというか、うん。まあ、ホリエボンさんの発言に対しての、まあ、ゆたぼんどうすんのみたいな。まあ、そういうことで盛り上がってるんですけども。まあ、内容なんですが、まあ、要は、自称少年革命家。はい。みんなあまり好きではないゆたぼんさんです。まあ、そ好きな人はすごい好きなんだよね。うん。 まあ、いや。で、何かっていうと、まあ、その、13歳の不登校 YouTuber、まあ、ゆだぼんですよ。これに対して、その、堀江貴文さんですよね。あの、エモンさん。まあ、実業家ですが。はい。が、価値ないと言ったというところについてのお話です。うん。まあ、これね、内容としてなんですけども、まあ、これ、あの、他の動画とかで見ていただいてる方なんかしてると思うんですが、まあ、あの、雑談っていう、その、対談、 配信サービスで、その11月3日に更新された時の話なんですよ。で、13歳の不登校 YouTuber ユタボについて、うん。堀さんが、まあ若いだけで注目されてるやつって価値ないだと一周する場面があって反響を読んでると。うん。で、これどういうふうな流れかというと、まああの、脳科学者の茂木健一郎さん。 で、対談して、その、模擬さんから、ユタボンとかどうなんですかって見解を求められて、えー、ホリ氏が、まあ別に興味ないですと。なんであの人がそんなにみんなに注目されてるのかが、まず理解できないですと、えー、疑問を口にしたと。で、もぎ氏が、 なんで興味ないのと不思議が。お前、まず不思議があるなよ <laughs> まあ、これちょっと解説入れます。で、なんで不思議があると、堀江さんが、まあ僕、若いだけで注目されてるやつで価値ないと思ってて、あいつ多分、若いだけで注目されてるやつじゃないですかと。ユタボンが例えば、今25歳だとしたら、別にバカな感じじゃないですか。何にもかすりもしないようなやつじゃないですか。正直、と、バッサリ言っちゃったと。はい。で、続けて、僕はだから、基本的にこの人がどういう人物なのかっていうのを考えてるんです。 いつも、まあそうなんですで、だから若いだけで注目されてるやつっていうのは分かるんですよ、浅いなとか、アホだなとか、えー、なので僕は全然注目しないと、まあ、言い放ったと、えーで、さらにユタボンの今後については消えていきますよ、めちゃくちゃ若いっていう付加価値だけで生きてる人って、大体消えていきますよね、今まで何人も見てきたね、そういうやつっていうふうに予想してて。 まあなんかかつて天才中学生プログラマーとかっていうのがいたらしいんですけど、まあそ、それは私わかんないですね。で、まあなんかちょっと結構痛いやつみたいな感じっていうふうに、まあかつてメディアに取り沙汰された人物を挙げていたというところなんですよね。えー、で、えー、まあその、もぎさんに関しては、まあ先月29日ですね。だから10月29日に自身の YouTube チャンネルで、まあユタボンがああいうふうに頑張ってる姿は僕は尊いと思うなどと称賛したんですけども、あの <laughs>、 まあ、そういう見方かと、ホ江エさんは、まあ、そういう見方かっていうような、えー、ことだったんですね。えー、で、これはね、まあ、あの、世の中、もし、世の中の人が、ユタボン見たら、まあ、ほとんどの人がね、ホリエモンさん、ホリエモンさんって言ったらいいかな、ホリエさんなのかな。あのー、まあ、同じことを言うんじゃないかとか、みんな思ってることだと思うんですよ。で、逆に、あの、モギさんとかが、あの、なんで、そのユタボン、 すごいよねっていうふうに、ホリエモンに言っちゃったのかなっていうところなんですよね。ええー。っていうのが、その、ホリエさん、まあ、まあ、要は、もぎけんしろさんとか、他の、まあ、えー、まあ、ちょっと順に寄ってきますね。で、なんで、ユタボンが、まあ、まず、ホリエモンからこういうこと言われたら傷つくかっていうと、ユタボンって、ホリエモンさんのことを、まあ、かなりリスペクトしてるんですよね。あの、ホリエモンの、なんだっけ、なんかなんとか、ほなんだ、高校 とか、あとはその本を引用して、ま、あとはなんかツイッターとかでもそのツイートを引用して、こう言ってるで、みたいな感じで、正しいだ、だからいいんだ、みたいな感じで、どん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 こう、惚れもンをこう、崇拝までは言ってるかわかんないですけども、まあ、尊敬してたんですよ。で、自分は味方だと思ってたんだよな。で、あと、ホレモンさんが、主催したなんか口喧嘩みたいななんかそういうやつでも出たりとかしてて、ちょっとで、ね、こう、関わってたっぽいところがあるんですよ。 で、しかも、ホリエモンさんの周りって、あのー、まあ、いろんな人がいるんですけど、ま、モギさんとかでこういう風に対談してたりとかして、まあ、実はちょっとユタボン用語派みたいな感じのがいたわけじゃないですか。でも今回ホリエモンさんはま、バッサリ切ってると。うん。で、えー、これはね、ま、ホリエさんが言うのは、まあ、当たり前というか当然の予想、とかそんな風に予想、言うのは予想されることだったんですよ。あの、えー。 一般の方だってそう思うじゃないですか。まず、もぎさんの質問がおかしい、これ。だって、ユタボンって、不登校してるだけで、で、ホりえもさんの、その、キャラクターを見ればすぐわかるんですよ。どんな答えが返ってくるかなんてのは。それはそうですよね。だって、ホりえもさんっていうのは、あの、学歴とかはそんなの関係ないんだよ。あんまり、みたいな感じの立場と、取ってると。 うん、ただ、その学歴は微妙、あ、学歴に関しては別にいいんだよってことなんですよ。うん、問題は、結果出してるかどうかなんですよ。ホリエモンさんっていうのは。ただ、ホリエさんはもう実業家なんで、そのできたものを、これがいいものか、どうか、これがすごいかっていうものを評価する、結果を評価するので、あの、ホリさんに質問したらそれはいや別に大したことやってないんじゃないですかっていうのは、当たり前なんだよ。うん。 だ,からだって、ユタボンってさ、誰がどう見て、まあ、誰がどう見てもって言うとちょっと語弊があるかもしれないですけど、物残してるうん。こ、ここなんですよ。だから注目されてるかわかんないって言うんですよ。だ、彼がどうこううんぬんじゃなくて、ホリエさんが言ってんのは、世間一 に対してのものでももであるんですよなんでみんなあんなの注目されてんのみんなバカじゃないのも含まれてるんですよ、これ。えー、あんなのに注目をしてる人だっておかしいんじゃないのも含んでるんですよ、これ。えー、なんで俺が含まれてる世の中、あんなのが見たいんだ。青じゃないのってのも含まれてるっていうのが、まあちょっと私の感想としては読めるんですよ。うん。だって、だ例えば、もぎさんって脳科学者で、あのー、 ま、これから楽しみだよねとか、その学校に対しての、その今の、今の義務教育とかに対してのアンチテーゼっていうことで、いろんなことを言ってたりするんですね。だからネットを、あの、まあ、どん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 ネットが広まってて、で、学校に行かなくても、そのうちネットだけでノーベル賞を取るような、えー、時代が来る、みたいなことをこう言ってたりとかして、えー、だからそのが今までの決まり切った学校教育、日本、特に日本、日本の学校教育ってのは間違ってると。うん。 昔の古い教育制度によって縛ってるから、もっと革新的な、欧米とかアメリカとかみたいに飛び級やったりとか優秀な人はどん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 ね、伸びていくべきだ。本当はそういう個性とか才能を伸ばしていく教育法がいいんだ、みたいな感じで提唱してて、まあある意味、茂木さんってのは脳科学者であり、ちょっと教育者的なところがあるんですよ。でも、ホリエモンさんは実業家なんですよ。だからそこがまずずれてるんですよね、感覚が。えー。で、 今、13歳でこれぐらいできるってことは、もっと上行けるんじゃないかな、みたいな期待値込めてるんですけど、堀江さんは、え、今どうなのっていうことを言うんですよ。うん。そう、まずそこがずれちゃってる。だから、あの、モギさんとしては、え、俺結構すげえと思ってんだけど、もちろん、堀江君もそう思ってるよね、みたいな。え。そしたらホリエも別にそれは、え、いやだって彼何やったんですか今、今彼って何やってんですかっていうことなんですよ。ある意味、 ホリエモンの方が、その時々をちゃんと見てるんですよね。え、今、じゃ、じゃあこれからどうなるかって言ったら、わ、いや、わかんないよ、それは。うん。あの、この先どうなる、例えばじゃあ20、20彼が今25歳だったら変なことやってるよね。じゃあ25歳になった時に、結果出してたら、それはそれでホリエモンは、あの、あすごいんじゃんって言う、言うよ。言う、言う。だから、ものが、ちゃんとできてるからなんですよ。うん。 で、それだけ。で、あの、いろんなその著名人の人がユタボンを擁護するときって、必ず言ってることがあるんですけど、もう今のあの、13歳であんだけできんのはすごいよ。他にそんな人いないよ。だからこれからもすごくなりそうだなっていう、これ期待値なんですよ。あの、メンタリストのね、あの、大悟さんも、あの、13歳ではこれだけの、ね、お金を集めることができてんのはすごい普通の人じゃできないって言うんですよ。うん。でもあれは <laughs>、ユタボンのパパが、 あの、まあ、一応、いて、で、お金を集めたと。で、前の動画でも上げさせていただいたんですけど、お金集めることっては簡単なんですよ。うん。簡単ですよ。あの、な無人んとかってあるじゃないですか、さらに。あの、要は生年月日とか入力したりとか、まあ、免許証パッて出せば、あの、お金って借りられるんで。ただ、問題は、それで黒字化するかっていうところだったり、そのお金が残せるかなんですよ。お金を集めるのは誰だってできんの生活保護受給者だって、あの、かつてはお金集めてたんだから。だけど、破産したんでしょ で、自己破産して、あの、そんな人間たくさん見てきましたよ。お金をたくさん集めたけども、結果何もしないで、えー、使い切っちゃって、で、自己破産して、借金ゼロにして、で、国からの生活保護のお金をもらって、だからこれだとお金集めてることになりますからね。えー、だから、結果何を残したかなんですよ。うん。でそこを、<laughs> そこを吐き違えちゃうと、な、痛い目に合うんですよ。痛い目に合うっていうか、あお金集めてきんの。うん。で、ホリエモンさんは、結果あいつ何やってんのって。 だこれが、ユタボンさんが、まあ、お金を、ユタボンたちがね、集めたと。うん。その結果、クラファンで集めたお金で、 ええー、まあ、かな、ま、いろいろやりくりして、で、本当に最初言ってた全国の不登校児たちに、えー、勇気と元気を分け与えるって言って、まあ、プロジェクトやったわけじゃないですか。で、その結果、形になる何らかのものが残って、なおかつすごい賞賛があって、お金がザー流れてきて、で、大成功してるんだって言うんだったら別なんですけど、<laughs> やってることが、ま、あンプな、ただの旅行なんで、ま、なんにも残ってないわけ。 残ってないじゃん結果。批判とかアンチとかばっかで残ってて。で、多分、ホレモンさんね、まあ、あのー、あの人めちゃくちゃ頭いいんで、あの、なんか3000通ぐらいのメールとか一気に人、あれだね。あのー、朝、数時間とかで処理できちゃうような人なんだよ、ね、確かにね。ええ、あものすごく早いんですよ、頭の回転が。ええ、で、そういう人から見れば、まあまあ、当然ニュースとかでちょっとチラチラ見て、おーん、おーん、ぐらいのレベルで見てるんでしょうよ。<laughs> なんだけど、なんにも残しないんだから。 の、な <laughs> にも残してないんだからさ、それはホリエモンさんからしてみればさ、どころ何ってことだよね。ロケットを打ち上げたりとかっていうことやってる人だよ。うん。で、ただ、ホリエモンさんっていうのは、あの、家庭はともかく、まあ、合理的で何かやってるものとかがあって、で、それが、なんかお金になる、お金になるだけじゃないんだよな。あそ実業家っていうのは。イーロンマスクとかもそうじゃん。あの、これが、 世の中にとって何らかの形になって、ものとして、あのー、発展していくものだとしたら、すごいって言って、中小企業とかでも関わっていくんですよ。うん。でも、ヨダボンは、あのー、価値がないんですよね。実業家の一つしから見れば。価値ないでしょう。うん。 だって、ホレーモンさんって、だ自分たちだけでさ、別に普通に広告打てばさ、あの、有名になるし、えー、そのも、その、この前ね、あの、クラファンじゃねえや、混ぜた、投げ銭で100万円ってのも、あれも広告費って言ってるわけじゃん。で、ホレーモンさんから見れば、別にユダボンの広告費なんかいらないし、うん。むしろマイナスになる可能性もあるしね。えー、だから、結局、何の反論のしようもないんですよ。うん。だどうなの っじゃあ、ホレーモンさんが言いました。じゃあ、ユダボンパパが、ね、あの、反論しようにも、もう、な、何も言えないよね。だって、結果出しちゃってんだから。で、あともう一つきついのが、あの、ユダボンにとっては、ホレーモンさんだけはあの、天敵なんですよ。なんでかって言ったら、あれだけはね、慣れないのよ。<laughs> あの、例えば、茂木健一郎さんとか、あの、脳科学者じゃないですか。うんで、 まあ、あれはもう教育のずっともう、その東京大学でね、法学部卒業してさ、まあ、理学部も卒業してるっけ理工学部だっけかうん。まあ、農科学者として、一応科学者なんで、ユタボンは別に不登校で、あの、そんなね、あの、科学とか俺は別にそんなのどうでもええねん。学校なんか行かへんねん。ええねんって言ってる方なんですよ。で、あの、じゃあメンタリストとか、メンタリスト大吾さんっていうのは実業家っていうよりは、メンタリスト大吾さんっていうのはちょっと芸能人なんですよ、ね。うん。芸能人、テレビに出てる人。だから俺だって有名になったらいけるわ。 で、あとはユダボンパパが大好きな、立花隆さんですよ。あの、江国と。で、これ政治なんで、あの、目立っちゃええやろ俺だってなってやるわ。だからガーシーさんみたいにさ、あの、登録者いっぱい集めてさ、あの、ちょっとした指示を得れば、得票すれば、取れると。うん。っていう風にいけるんですけど、あの、 ホレーモンさんは、大学、東京大学を中退して、で、事業を起こして、で、上場か、あの、会社を上場させて、で、あの、いろんなアンチもいるんですよ。アンチもいるんですけれども、ホレーモンさんの、まあ、独自のね、話とかもあったりとか、結果残してる人なんで、バチ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 弾けてたんですよ。うん。跳ね返せるんですよ。だから、ホレーモンさん自身にこう、まあ、いろんなね、賛否両論あるとはいえ、魅力があるので、だから、ユダボンが一番なりたいなっていうのは、実はここなんですよね。 ホリエモンさんなんですよ。なおかつ、じゃあ、彼にならなくてもいいやと思ってたとしても、一番アンチの攻撃がいけないんですよね。だって実業家だから。うん、俺はあいつよりも有名やで、人気あるで、とか、あの、ね、テレビの出てる人たち、俺はもっと下手な芸人より俺の方が面白いねんって言えることはでき,言ことはできるかもしんない。えー、で、例えば脳科学者とかって、俺別に科学者になりたいわけやあらへんから、みたいな、えー。ね、って言えるかもしんない。うん じゃあ、お金を稼ぐって言った時に、ホ山モンさんすげえお金稼いでるじゃないですか。で、人を動かしてるじゃないですか。で、アンチ、アンチも来てるわけですよ。でも、アンチぶっ飛ばしてるんですよ。うん。で、あの、実業として、しかも人も面白がらして、YouTube とかでも喋れるし、で、あの、テレビとか出ても、まあ、注目をアピールと。で、これ批判しようがないよね。批判しようがないじゃないですか。あの、あんな、ホレモンなんてなーみたいに何か言おうとした時に、何も言えないんですよね。えー。 あんな別に、俺は学校行かなくてもあんなになれるし、なれないしね。<laughs> なれないし、別に俺学校行きたいわけじゃないからって、別にホレーモンさん大学中退して授業を起こして成功しちゃってるわけじゃん。うん。で、別に、あの、俺の方が面白いし、別にホレーモンさん面白さ求めてないしさ、ホレーモンさんの凄さっていうのは、笑いとかそんなギャグとか言わなくてもみんなが笑うんすよ。うんあであ。で、あの、あんなアンチ多いやん。いや、お前もアンチ多いだろってなって。ええ。 ってなってくるんで、ホリエモンさんも天敵なんですよ、ユタポンにとっては。で、あと、師でも、師匠、まあ、要は自分の中の師匠でもあるんですよね。ええー。だから、ホリエモンさんに自分は価値がないって言われたら、うん、言い返せない。だからもう無視するしかないんですよね。うん。だ、なもんだからさ、もうさ、うさおい、ホリエモンに言われたけど、ユタポンパパどうやって反論すんのみたいな。こう、周りがこう盛り上がるんですけど、だから反論できないんだよね。だからできないから、あの、何も言わないだけ。 ええ、なんか言ったら面白いよね。で、で、言ったところで別にホレーモンさんもホレーモンさんで、ああ、そっか、<laughs> あ,あそ、そうなんだって終わるしね。ええ、で、しかもさ、ホレーモンさんの周りってさ、茂木啓一郎さんとかいるわけだから、戦えないんですよね。だって、茂木啓一郎さんはさ、ユタポンのさ、仲間、味方、一応味方なんだから、天才だよとか言ってくれてる人なんだから、で、立場高橋さんもそうじゃん。で、ホレーモンさんの周りっていろんな人がいるんですよ。 なんですけど、堀江門さん自身が、まあ、中心の部分が、ね、なったとして考えたら、堀江門さん叩か、あのに、叩け、叩くことができないんで、堀江門さんをアンチって言っちゃうと、さすがに堀江門さんをアンチって言っちゃうと、いや、あの、茂木さんとか、まあ、要はメンタリスト大吾さんとかも、まあ、あと立花隆さんとかも多分、まあ、それなりに堀江門さんのことを認めてる部分があるじゃないですか。発言的に。そうすると、いや、それを言っちゃうと、お前、さすがにユタポン君それは、どうかい なっちゃうよね。え、俺は俺で行くでとか言ってもね。だこっからは、あの、ユタボンさんね、あの、ある程度やっぱ世の中の流れに乗った方がいいなっていうのは、思う。うん。本当に。うん。形で残さないと、何にもできない。ただ自分たちが遊んでる、なんか哀れな子って映っちゃってんだよね。えー、で、しかも、あの、世の中の人たちってそういう考えじゃないですか。基本的には。えー、あの、厳しくて、 え、もう、堀山さんが言った通りで、あのー、今、こんだけできてるから、将来、あの、これぐらいできるよっていう風な、その見込みっていうのはね、ないんですよ。えー、今特に結果が全てっていう風な感じで、ね。で、労働とかもさ、結局、ジョブ型雇用とかってなってきて、年功序列がなくなってくるっていうような話になってて、まあ実際年功序列あるんですけどね。えー、まあ、年功序列が一番、 あの、合理的でもあるっていうのも、ちょっと私の考えではあるんですけど、要は、まあ、それより経験積んでれば、まあ、実力もついてくるっていうところもあるっていうのもありますし、うん。まあ、その、全年後序列の話ちょっとまた長くなったら、ちょっと今回ちょっと割愛しますけども、えー、で、そういった時に、ユタポンが、じゃあ、これから何を残せるか、ってか、何を残し、今、今何残してんのかっていうのを、ちゃんと、世の中に対して分かる形にしない限りは、やっぱりもうね、どうしようもないよな、と。<laughs> ああ 俺は革命やってるんだぜって言って、炎上なんかやってたって、その、物がないと、よあの、飽きられちゃうよね。俺こんなことできそうだぜ。俺こんなことできそうだねって言ってるのは、せいぜいもって1年じゃないですか。新卒で入って、最初の成績が良くて、あいつ最初の成績すげえいいよね。化けるかもしれないよねって言われたけど、1年経ってさ、 あの、結果さ、売り上げがさ、例えばね営業だとしたら売り上げが上がらなかったとか、開発で言ったら、ね、いいもの作れなかったとかあったら、あいつ最初は一生良かったけど、なんか結局ダメじゃんって終わっちゃうんですよ。で、ホレモンさんは実業家なんで、それしっかりドライダメで見てるわけじゃないですか。そして世の中の大人だけじゃなくて、あなたの周りにいる子供たちもそうやって見てんの。うん。あいつ、だってもう中二、中2、次中3じゃないですか。あいつ口ばっかで何もできないよなって言われちゃうんですよ。うん。 例えば、中学校で、えー、もう野球で例えると、1年生で入りました。あいつすげえ球投げんな、と。うん、あ,あいつやっぱ甲子園行くような人間なのかな、って思って、1年間でも、真面目に練習してる人と、俺いけるぜ、みたいな調子こいて、口ばっかで、ね、試合出れないんだけど、いや、俺は本当は出たらすげえんだけどなっ、つって、じゃあ3年生になったと。そういう時に後輩からさ、あの先輩 <laughs>、口ばっかだよねって、うん。結局は、努力して、あの、け、結果で、 結果残しちゃってるよね。あっちの人の、あっちの先輩の方がすごえよねってなっちゃうんで、もうね、大人だけじゃなくて、同級生とかからも、その形になるものっていうのを、あの、見せつけないと、完全に飽きられちゃうよな、と。うん。だから、今からでも、間に合うから、間に合うかな。<laughs> あ、やっぱりこう、結果だよな。うん。結果。で、しかも、 あの、自分がね、いくらこれは天才的な結果なんだって言ったところで、評価するのはやっぱ周りなんでね。うん。その周りの人が、えー、欲している、えー、結果っていうのを出さない限りは、まあ、これ、高文さんが言うように、25歳でこんなことやってるっていう風なことで取られちゃうってことですよ。うん。 はい。まあ、若いうちっていうから、もう、子供だから受けてるっていうのがありますよね。義務教育をとにかく終わっちゃったら、もう、不登校、ただの、あの、不登校 YouTuber って言ってますけど、あの、ゆたぼんさんって、登校拒否なんですよね、あれ。え、あれ、不登校じゃないんですよ。登校拒否 YouTuber なんですよ。だって、宿題をやれって言われて、やんなかっただけじゃん。うん。で、行きたくねえって言ってるんですよ。あれ、不登校とはまた違うよ、あれは。あれ、登校拒否だぞ、ただの。 行かなきゃいけねえんだから、本当は。あと、行かせなきゃいけないんだから。ね。で、それをただ、自分は、やんないだけなの。だ投稿拒否、うん。会社行きなさいよって。いや、俺行かねえよ。行きたくねえからって言って。出社拒否。うんうん、出社拒否してるだけ。え。まあ、そんなね。まあ、あの、<laughs> ま、ちょっとした、え、ユタボンさん作りっていう、えー、悲しい話ですね。だこれに対しては、あの、ユタボンパパもユタボンも多分何の反応もし、 ま、目立った反応はしないんじゃないかと思います。うん。あ、言われちったな。うん、言われちったかな。メディア、こんなことやりやがって。で、ホリエモンさんは、違うね。いい人なんね。だけど、メディアとかが、俺らの足引っ張るようなアンチやねん。アンチのせいで、こんな、あの、な、な、こんな形で放送されてんねんって言って、メディアをアンチ扱いする可能性ありますね。今回の話では。 ほれさんは、まあ、確かに言う通り、それも言う通り、俺もそれ分かってんねん。だけど、メディアの放送の仕方とか、それを、こう、今、俺が、こんな風に頑張ってるのに、批判するから、アンチがやったんねんって言って、あの、YouTube で、あの、削除されたじゃないですか、動画。あれを、自分たちが悪いのにもかかわらず、アンチが騒いだからだって言って、YouTube は、YouTube が削除したにもかかわらず、アンチの戦士にしたじゃないですか。今回も、メディアが、 あんだけ騒ぐからあんな風になるね。アンチが騒ぐからやねん。つって、堀江さんとまた別の方で、アンチアンチって多分言うなというのが、えー、私の感想でございます。ほんと悲しい人じゃなと思って。<laughs> ま、ちょっとね、笑ってたんだけどな。はい。そんな話でした。ま、ぜひですね、あのー、コメントいただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。じゃあね、バイバイ。